2本あるの。皆さんこんにちは、外の暮らしです。私は日本一周後に北海道へ一人で移住したアラサー看護師です。本日の動画は夜勤明けから休日にかけての北海道での日常生活をお届けしたいと思います。たった今16時間拘束の夜勤を終えて自宅へ帰宅しているところです。これからの予定は、明日早朝から酒釣りに出かけるので、たまった家事と動画編集をして自宅で過ごしたいと思います。ちなみに酒釣りは北海道で仲良くなった職場の先輩と行くのですが、北海道を楽しんでねーと、北海道でしかできない貴重な体験をさせてくれます。いつも本当に感謝でいっぱいです。実は1週間前に酒釣りの約束をしていたのですが、私が風邪をひいてしまい、ドタキャンしてしまいました。にもかかわらず1週間後に連れて行ってくれました。しかも釣り場は駐車場から遠くて大変だからと、先輩の奥様が送迎してくださりました。せっかくのお休みに本当にすみませんでした。一人での北海道移住生活、優しい方々に出会えて本当に良かったなと思います。今日の夜勤疲れたな。今すぐ布団にダイブしたいところですが、夜勤明けは気持ちよく過ごしたいので、できるだけやることをやって休みたいと思います。でもすごく眠たいです。お腹が空いたので昼食を作りたいと思います。夜勤明けのこってりラーメンも捨てがたいのですが、早朝の酒釣りに備えて胃に優しいうどんにしたいと思います。卵を贅沢に3つ使って、ふわふわ卵うどんを作りたいと思います。体が芯から温まるように、生姜、ネギ、ニンニクが入った自家製麹を入れたいと思います。この自家製麹、本当に美味しくて便利です。味付けは顆粒だし、塩、醤油、酒、みりん、自家製麹です。しっかりアク取りをして、溶き卵をたっぷりと流し入れて、生姜とニンニク香るふわふわ卵うどんの完成です。夜勤明けのご飯は何よりの自分へのご褒美です。
あ